福岡地裁大牟田支部に訴えを起こしたのは、2020年7月の豪雨でおよそ800世帯が浸水し、2人が死亡した大牟田市の三河地区に住む市民など70人です。市民など70人は、以前から大雨の際に浸水被害が起きていて、対策を講じるよう市に求めていたにもかかわらず、三河ポンプ場の排水能力は不十分で、長年対策を怠ったなどとして、大牟田市に合わせて5億5000万円余りの支払いを求めています。また同じようなことを繰り返されます。もしも雨が降ったら。今のポンプ場で大丈夫ですかち、また半信半疑です。今でったらダメです。また報告かもしれません。それは心配しております。市民など70人からの提訴に対し、大牟田市は、訴状が届いていないのでコメントできないとしています。